世界の果てまで頭いいね。ガオちゃんです。ガオちゃんです。ちゃう。はい。今日はですね、京都に来てね、辻入りの抹茶パフェを最初に食べようという計画で、まあ、ガワ旅をね、行っていきたいと思ってね、来たんですけど、はい、どうすか、どうなってんすか、これは。やってねえよ。やってねえよ。はい、臨時休業ということでね、辻入りも。うん、辻入り違いもやってない。そう、両方やってないと。いやもう目的が全部なくなった。はい、マジで京都に来てこれからどうしようかということですね。まあ、これからが旅の醍醐味ということなんですけどもね。はいはいはい、早速始めていきたいと思います。まあ、こういうところからでしょう、むしろ旅は、はいはい、今日のまあテーマは紅葉を探しに行こうと、はい、うん、かける京都、はい、そういう旅をやっていきたいと思うんで、レッツゴー。ガワガワガチかやってないもんな。ここあれなんですよ。そう、抹茶パフェ美味しいところでね、結構有名どころ、もう超王道なんですけど、まさかの定休日、毎週木曜定休日とさせていただいております。こんなの調べたら速攻出てくるからね、リサーチ不足が超出るよ。まずいねこれは。帰ろうや帰ろうや、行きにな、たくさん食べたしな、コンビニで、はい、京都くんのに行きの高速のコンビニでたくさん食べちゃいましたね。とりあえずこれ清水寺の近くのなんかちょっと裏路地みたいなのが来てるんで、どうするよ、本当にどうする、ちょっとこの辺なんかでもかっこいい写真撮る、リアルどうするよ、本当に本当のやつか、うん、まあでも本当に最初のパフェ計画がなくなっちゃったから、この辺でパフェ探すか、逆に徒歩11分お、マジで徒歩11分、うん、ちょうどやん、ちょうどやん、あ、行きましょうか、じゃあそれしょ、それしょ、近くにあったんで行きましょうか、じゃあそっちやわ。ちょっとこの風情の中で食べるのもね、楽しみだったす。暑いな今日、めっちゃ天気良くない今日で、今日はあの画面にね、僕とロー君が映っているということで、久々のね、この絵だと思うんですけど、今日カメラを握っているのは、シモン君ですね。シモン君、大倉シモンです。はい、僕らアモンしか分からない。アモンか、アモンか。シモン君はそうだね、今日いきなりね朝電話して、はい、うん、来いよって連れてきましたけど、はい、どうすか京都は。シモン君、そうっすね、シモン君に聞いてるね。シモン君どうすか京都は。ちょっと人が多いかな。はい、まあ正式なメンバーではないんですけどね、はい、今日はちょっとお手伝いいただいてます。はい、はい、これから終身雇用するつもりですね。まあ皆さん期待していてくださいということで、はい、給料は出ません。はい、給料は出ません。まあ、ブラックどころの騒ぎじゃないです。はい、いうところなんですけど、はい、もう少しでね、目的地の辻入り、はい、そこに着きそうです。はい、はい、こちらでございます、辻入り。マジっすか、ガタ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 うるせえな。うるせえな横。おい、もうこの音は聞きたくねえんだよ、いつも壊してるから。家壊していつもお金稼いでる僕らは。こっちの辻じゃん結局。一緒じゃないの、なんか俺一緒な気がしてきた。リアルなんなの、リアルこっちは。Kさん聞いてみよう、こっちはね。すいません、違うの、ちょっとあの質問なんですけど、この辻と向こうの辻であるというか、どういう違いがあるんですか。あちらの辻3文字は、はい、カフェの方向です。あ、はいはいはい、そうですね、カフェとかあんみつとか食べたいに言ったらこちらの方です。あー、なるほど。こっちの方は、はい、あの本当はお茶とか、はい、お茶菓子とかの特番の方で、あ、うん、だから同じグループ。あ、そうなんですか、会社一緒なんですね。一緒で言いますか、まあ、はい、同じグループなんですけども、グループがすごい、そこでじゃあもうブランド分けちゃったみたいな感じですね。そうですね、まあ、すごい、まあ、でもあの同じグループなので、どっちでも、じゃあでも全国的に有名なのってこっちのあれですよね。あの、そうですね、まあ今はこっちの2文字のつじりさんみたいなね、はい、あのところもあるんですけど、それは全く会社別なんで、あ、祇園つじりと普通のつじりは、そこが祇園つじりの4文字です。で、そこが祇園つじりの本店になります。あ、そういうことなんだ、はい、なるほど、そこはじゃあ会社が別なんです。その2文字のつじりさんが、はい、要はダンスとかで、ね、作ってはるところはうちとことは違う会社で、それは別なんだ、はい、すごい、なってんですよね。なるほど、はい、
はい、ということなんですよ。だから、あの皆さんがご存知の辻利とこちらの辻利、祇園辻利というのは別会社になってます。はい、偽物です。で、ロー君が食べたいのはどちらですか？僕が食べたいのは偽物の辻利です。偽物ですね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、レッツゴー。はい、どうも。はしゃぎすぎてない、あいつ。はしゃぎすぎてない。ありがとうございます。食事中ではマスクのご着用お願いしてみます。はい。はい。お疲れ様です。横抹茶。あ、ごめん、間違えた。あちゃ。あちゃ。はい、はい、その距離感は秘書になる。はい、着きました。着きました。抹茶のね、辻流さんでございます。祇園辻流でございます。はい。ふさわしくないぞ、お前。ふさわしくないぞ、お店に。やんのか。愛情食らうぞ。うん、静かにしようか。じゃあ選びましょう。はい、僕もうね、これで決定です。もう絶対これ。でもやっぱり絶対にこれ。あ、俺決まった。秋うらら、はい、いいですか。なんすか。クリームソーダ。ああ、最高じゃん。それは僕がいきます。はい、抹茶っていう選択肢はないです。うん、もらえたらめっちゃありがたい。すいません、申し訳ない。この秋うららってやつ一つと白玉パフェ一つと抹茶カステラパフェ。はい、はい、いらん、いらん、まとめにくいな。ガワガワ。おー、装着した。ロー君の何パフェですか？何パフェですか、それは。いただきます。いただきます。卵パフェですね。めっちゃいいな。はい、はい、こちらのイケメンで。はい、ありがとうございます。イケメンにもね、今来ましたね。目の前にちょっと映ってますかね。はい、カステラパフェでございますね、これが。美味しそうだわ。いや、もう先に行っちゃってくださいよ。はい、見ろ見ろ見ろ。そう、白玉乗りすぎじゃね、これ。はい、はい、以上でよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。これが栗うらら、やばい。一つだけやっぱ色合いが違うもん。下からこの、見てこの下、何入ってる、なんか豆腐みたいなの入ってる。うわー、来て、これっすよ。臭いよ、これ。自分やな。あ、俺か。うんこしよう。このロールケーキっぽいのかな。うわ、いただきます。うまっ。めちゃくちゃうまい。もうだってあれよ、これ栗クリーム、モンブランクリーム。栗クリームっていうの、栗がクリームに練り込まれとるやつ。面白くねえ。うまい。これ謎だよね、なんか。はい、ロークのですね、人のものを取る癖があるんで、でっからな犯罪者なんで、もう早速行っちゃいますよ。もう許可とかなし。これ何言うて突っ込んでますからね、次の瞬間、今みたいに。気をつけて。はい、どう？美味しい？ん？多分これはもう一口いくやつですね。うんって時は、もう一口欲しいとき。芋や、芋、芋、芋。芋かい？芋のじゃ皮かい？多分そうや。しっかり抹茶アイスの乗ってるやん。うん、そう、めちゃくちゃうまい。だから栗と抹茶の融合ですね、これ。めちゃくちゃうまい。これは本当に食える人は食べた方がいいですね、一回。うん、マジでうまい。さあ、あのね、うまい。といえば早ない？早い。甘党やから、ここは。こいつやばいから、人のものを食うぐらい甘党。そんなことしんやん。昔ね、誕生日で俺がね、でかいプリンを買ってくれて、で、まあ、食事食べておめでとうみたいになるやんか。で、ありがとうって言って、一口二口食って、で、ちょうだいよって言ってあげたら、気づいたらもうそこの辺までなくなっとった。ほぼほぼ8割方食べた。サンプルで買ってくれたんですっていう妄想をしてるみたいです。
事実ですね、これはっていう妄想したんやろ。でも食べるまで撮ってたってた。せーの、ごちそうさまでした。ごちそうになります。ごちそうさまでした。あと3日はここに折れるな。折れる。めっちゃうまい。次どうする？メニューもらわないかな、もう一回。うん、どうしよう。次のパフェどうしようか。最後にじゃあ、なんかでも十徳とか行きたいね。このガワチャンネルでは珍しいよね、こういうなんかお茶を楽しむみたいな。じゃあここじゃないわ。ここじゃないわ。はい、というわけでこの店はさよなら、バイビー。さよなら。ガワガワ。さあ、続いてはこちら、八坂神社。決めたあの日からいつまでもこの旅は続き It's my チャリンコストーリー Honey my チャリンコストーリー